リサです。ヨニャンです。ダイロンです。よろしくお願いします。寒くなってきましたが。そうですね。まもなくクリスマスでございます。あら、そうですか。はい。確かに。今日皆さんにご紹介したいのは、こちら。煙突町のプペルでございます。はい、今絵本作家として肩書きは何でもいいですからね、ビジネス本も特大ヒット、すごいよね、キングコング西野君、西野君がこう作った、はい、絵本煙突町のプペルがいよいよ映画化で、はい、12月25日よりクリスマス公開という、はい、これはもう本当に、まあ、私あの個人的にはやっぱり西野君応援団でもありますし、うん、非常に昔から面白い人だなと思っておりました。もうね、もう感銘を受けてますよ本当に、西野君には、はい、でこのやっぱりその煙突町のプペルという作品、うん、ぜひ皆さん12月25日から、はい、見に行ってほしいですね、うん、ざっくり言いますとストーリーは、要するに煙突町という町の中で、まあ、永遠曇り空なわけですね、煙がねずっと、要するに町のみんなは星なんて絶対ないと思ってる、はい、ただ星の存在を信じてるものがこういまして、うん、主人公がねいまして、まあ、それを永遠に信じ続けるんだと、はい、で信じてたら奇跡は必ず起きるという、うん、まあこのとんでもなくこのまあまあいい話ですざっくり言うと、はい、ざっくり言うともうそれだけでも分かりやすいよね。でこれはやっぱり単純にキングコング西野くんの話でもあったってことでしょうね、うんうん、要は彼はそのなんかいろいろお笑い芸人として、うん、割とこう異端なこととか、うん、まあ、タブーみたいなことをずっとやり続けてきた男でして、はい、でそれはまあ皆さんもご存知だと思うんですから、もうググってください、うん、あ、いろいろで、もちろんそのために賛否両論みたいなのがあったりとかして、はい、まあ、何やってんだよ芸人のくせにとかね、はい、それはですね、やっぱりその芸人さん、お笑い芸人っていうのがいかにすごく封建的な、非常に村社会化してたかというか、特に90年代は、はい、我々がデビューした時は芸人はこうでなきゃいけないという、芸人たるものこうであれ、はい、こうであれ、そもそもお笑い芸人はですね、初期の頃ですよ、うん、ラジオに出ただけでも賛否両論起きてたんですからね、昔はね、何やってんだお前ら、舞台の上だろお前の勝負とかって言われてて、だから必ず先人で誰かがイノベーションを起こしたらその後道を通ることができるんで、まあそれがその時代その時代必ずいて、上の人に怒られながら誰かが変えるんですよ、うん、で私はもうそもそもそのロックとか好きだったのは、はい、そういうことだったんで、そう、ね、うん、ロックミュージシャンってこうじゃなきゃいけないみたいなこと言われるのが一番嫌いなんですよ、はい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 、その考え方がもうロックじゃないか、うん、はい、ただ何でもかんでも逸脱すればいいわけじゃないとかですよ、うん、先人たちが作り上げたものに対する尊敬の念であったりとか、うん、ちゃんとねリスペクトがみたいなことがちゃんとあった上で、うん、そうだよね、これはこういう風に変えていくべきじゃないか、うん、で僕らは90年代に芸人デビューした時にやっぱり芸人さんっていうのはこうお笑いだけ、はい、これ一生懸命やって、うん、もちろん今も自分たちの中でもお笑いだけのつもりでやってるんですけど、うん、途中からの DJ とかやったりした時は、うん、まあえらく叩かれましたいろんな人にやっぱもう陰で悪口は言われるわ、うんうん、まあそれこそ西野くんなんかこう絵本書いてる時に、僕は当時現場にいましたけど、吉本の楽屋で、はい、隣の楽屋である先輩がずっと悪口を言う、はい、聞こえるように言うんですね、はいはい、で横でそれをずっと彼はカリ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 ってずっと書いてるんですよ。で彼はその絵本を書いたきっかけっていうのはタモリさんが言ってくれたっていう、お前絵本書けよみたいなこと言われたことでまず書き始めて、テレビっていうところでいくらで頑張って視聴率1番になって司会者やっても結局上の人たちを倒せなかったみたいな時に、上がいるからテレビに軸足をちょっと変えてみて、新しい時代、まあ、SNS の時代が来て YouTube が出てきたりとかいろんなメディアとかがこう変わってくる時に、そこでよ自分の場所を変えてみたって、はいはい、でまあ、作品を作っていくみたいなことやって、まあ、それを横で見ながら、うん、なんて面白いんだこいつはと、うんうん、でなんてみんなにこうやって叱られてるけど、きっと多分こいつが言ってる世界が絶対来るんやろうなって思って、うんうんうん、だから要は良かった、同時代でこんなの見れてっていう、すごい、やっぱ大手さんも当時からその西野君のやってることはってもう気にはなってたの。だって DJ やった時の叩かれ方があるから、はい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 、心の拠り所だよね。なるほど。でも俺は初めてカウントダウンジャパンフェスティバル出た時に、はい、大晦日なのに劇場の仕事も入ってなくて、うん、呼ばれたのがフェスの DJ だから、はい、でお笑い芸人が DJ で出るっていう枠をちょうどやり始めた、ね、そうだね。で自分では本当に70人か80人人がいたらいいなと思ってたそれはやっぱ劇場で最高やっぱり300人、はい、単独ライブでも最高で800か900ぐらいにやって、ね、俺ら売れたって言ってたような自分たちだから、DJ の俺たちだって勝ちでいったら80人か安く見積もって100人いたらもう万々歳だよなと思って出たら3000人だもん。で3000人ってさ、俺が考えたさすっごいシンプルな振り付けを
全員真似するわけ、はいはい、でオチがやったもう見よう見まねのエアギターでみんながうわーってなるわけ、うん、盛り上がってね、はい、踊り振り付けやってお約1時間、うん、信じらんないぐらい盛り上げたたった俺がデビュー戦で、はい、とんでもなかったでもうざわついてる周りが、はい、何これみたいなで袖降りた瞬間にオチに見つけたなって新しいエンターテイメントだこれっつってこれ俺たち武器になると思った、うんうん、でもやるからにはちゃんと音楽詳しい人たちに勉強して、うんうんうん、割とハードルは下げるけど、うん、音楽に対するリスペクトはちゃんと送りたいからもともと好きだからだからそれは絶対ないがしろにしたから全て変えるんじゃなくて、うん、ちゃんとそれがあった上でアップデートしたつもりでやってたけど、うん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 まあまあ一部の人褒めてくれたけど一部の人は何やってんだ DJ 側からも芸人側からも DJ 側からは言われたな俺それ覚えてるそれは言われるだから当たり前だよ、うん、でも結局なんかフェス出てなんかいっぱい出て最多動員ですとかなんか言われちゃったりした時に、うん、最多動員はダメだろと思いながらここに最多はダメだろう、ね、今でも大阪のカウントダウンジャパン別の大阪編があって最多動員はエルレガーデンと DJ 大路ですって言われてそれダメだよ違うよそれダメだってって思った何かが違うよって、うん、でもそれはロッキーオンジャパンの山崎さんとか DJ で泣いたの初めてだよとか、うん、そういうことをこう言われていくうちに確信になっていくわけ、うんちゃんとこう俺がよく言う矢沢永吉三つの扉ですよね、はいはい、裏切り落とし前余裕矢沢の三つの扉と同じですよ、うん、あこうやって認めて生かせるため、うん、だから最初の頃はその芸人さんにも気使っていやこれ適当、ね、にやってんすよ、うん、遊びでやってんすよって言い訳をしてたないのにめちゃくちゃ言い訳すごく言い訳してた俺はでもすればするほど言い訳すればするほど俺たちのことを応援してる人が冷めていくのよ、うんでその時にたまたま俺実は怪談ライブかなんかにこう出た時に、うん、本当に怪談のうちの後輩とかでありがとうのアミクって書いてるけど、はいはい、アミクとかはむしろ怪談を本当に好きな怪談師とか、うん、ミュージシャンとか、うん、グラビアアイドルとかで怪談好きな子を集めてライブとかやるんだよね、うんうんうん、あんまりそのお笑いの空気にしないのちゃんと怖いものちゃんとやるでやっぱそうするとどんどん人が増えていくのを見て、うんうんうん、あそうだなって俺もやっぱりその途中から、うんこうなってるとこを笑ってもらおう、うん、それが大きいボケだくらいの気持ちになってだからある時から要するになんか中尾明さんがねあのよく言いますけど、はいはい、僕やっぱりその中尾明さんをいじって笑いにするやつより、うん、あれがありって言って知ってる方がレベル高いんだだってあれ本当に好きでやってねじりをね、うん、これ俺これだって腹立つのにこれと一緒っすよ監督がこれだって思って何の疑問も抱かずこれをやって出ることいろいろ考え入った時誰かがモノマネする時こうやったらもう原監督って言えるんですよ、うんでもこれをやって真似して笑い取ってるうちは二流だと思っちゃ もう俺の DJ を誰かがパロディとか笑いにしたらありぐらいにしてやろう、うんうんうん、そっちやなと思った時にやっぱその横で圧倒的に結果出すのは西野はやっぱ笑われにいってたっていうか説明するよりもすごいよねあのアメトークでの、うん、そうだねいじられ方とか見ながらでもあれでまた絵本の売り上げが伸びるわけですよゴッドタンとかもそうだしねで彼はやっぱりそういう時にちゃんと真面目にそういう時に必ずファンがどこを見ればいいかわからないから決め台詞が大事なんですよ、うん、で彼はさディズニー倒すっていうわけ、うん、例えばみんなプププですよ、うん、プププって言ってんだけど何言ってんのでしょうねプププって言ってる間はさっきの連中と一緒なんですよ大真面目にディズニー倒したら面白いでしょできないことをやるっていうことが一番かっこいいし面白いし誰かを勇気づけるんですよね勇気づけるっていうのは本当そうだと思うだからそのためには矢が当たってくるけど覚悟を決めなきゃいけない、うん、でこの絵本のストーリーってのはまさにそういうストーリーだ、うん、確かにで多分信じて もちろんずっと作品を彼は何作か作ってるんだけど、うん、その作品一つの中でもあくまでも自分のある種の自伝であったり、はいまあ、要するにイデオロギーイズムっていう中のアイデンティティとか考え方を凝縮したこの作品を最初から映画化するのを決めてたと思うんですよこれで勝負するんだとで12月っていうのはやっぱりそのディズニーが1周目にねやっぱりやりますから、はい公開ね、今年はピクサーかな去年はスターウォーズでしたけど、はい、やるっていう意味で言うとやっぱ興行でちゃんと興行収入の中で勝つっていうことがすごく大事でなかなかすごいよなそこに当てるっていやこれねドキドキしてますね一言だけどドキドキしてますなんかドキドキするよねああドキドキワクワクというかあいつ今すげえとこ渡ってんだなって、うんやっぱちょっと自分の中でも頑張んなきゃなとか思ったし、うんうん、その芸人さん同士で集まってあいついてとかあいつダメだとかいう悪口言うことがもうなんかすごい嫌になったっていうか、
なんか速攻行ってる間何にも俺成長しないじゃん。発展しないんだよね結局人の悪口言ってると。もうそこで気持ちよくなっちゃうからな、はい、他のみんなと。だから彼が作る作品とかをなんかおこがましいかもしれないけど、うん、やっぱり応援するし、うん、俺らのちゃんとエネルギーにもしたいっていうか、はい、彼は多分100万部売るって言ってるんだけど、うん、これをね、まあ、この絵本とかを読んでる子たちっていうのは多分そういう子たちの救いになってんだろうな。これすごいのがさ、ホームページにさ無料でこれ動画中かな、はい、その時もめっちゃ叩かれた。公開してるってすごいよね。でもこれは絶対にあの当時からもう分かりきってたことで、うん、そういう時代が来るって、うん、昔から言ってたんだけど、あの本屋さんにて本選ぶ時って超慎重に選ばない。でも映画のパンフレットってすぐ買うでしょ。あれお土産だからだよね。はい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 。あとはその映画が好きだから。はいはい、そうですね、はい、今新しいアーティストで YOASOBI って言います。 YOASOBI、 はい、YOASOBI が去年の11月に、うん、まあ、小説を楽曲化しました、うん、で MV を上げました、はい、世界観ってあれプロモーションあんまり使ってないですよ、うん、その当時から11月から、うんうんうん、口コミでどんどん広がるわけ、うんうん、これってこういう意味かな、はいはい、こういう会社かな。みんな小説読んでまた曲聴く、うん、で今度 MV 見る、 MV 見てまた曲聴く、今度小説読んで、はいはいはい、行ったり来たりしながらメディアミックスを楽しむって形でどん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 思想が広がって、やっと先月小説で出た。で待てよ、小説はネットでタダで見れるんですよ、うん、買うんですよ、買いますよね。そそうよ、だってその曲好きなんだ、うん、夜遊び好きなんだから持ってたいんだから。つまり限定して見せないってことが、うん、商品が売れる売れない関係ないですよ。でそういう時代がやっぱやがて来るんですよ。ということは一人でも二人でもまずファンを作ることなんですよ、うんうん、応援者、うんうん、自分の作品を通して好きになってくれる、はいはい、彼はそれをすごく分かりやすい形で最初に問題提起しちゃったんですよ、うんうん、そうすると妨害してくる人っていうのがいらっしゃるんです、はいはいはい、過去のことにとらわれてる人が、はい、それはあの日楽屋で横にいながら、うん、情報がわからないから、それをもう鵜呑みにしちゃってるから一方的に西野君を批判した彼らなんですよ、うん、大先輩ですよ、ね、先輩の芸人さんですけど、それねただ単に知らなかったんですよ。多分不安なんだよね。そう、本当そうやってやって、そういう人が出てきて今までの前例を覆すってすげえ不安なんですよ。わかんないもん。でも絶対時代ってその繰り返しだから、うんうん、その新しく何が来るかっていうこと、どういう風な時代になるかっていうのを分かった上でやってる。それがでも若い子は普通なんだよね、うん、そう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 、何も気負ってないしね。そうだから俺たち芸人なんだから人を喜ばせるならそれでいいっていう、うんうん、DJ であろうが、うん、漫才であろうが、うん、コントであろうが、うん、何だって全部やりますっていうのが、いい、ね、まあ俺たち、うん、それこそちょっと前までは芸人さん YouTube やってるだけで、そうだよね、この YouTube もそうだもんな。いつの間にか何すか、なんで やってんすかって人いますよ、前悪口言ってたのに。クラウドファンディング、まあ、マジクラウドファンディングは本当そう。あと直接課金、有料配信とかも、うん、はい、俺この人前信者の金集めとか言ってたけどなって言う人が、俺やってるんやけどめっちゃかっこ悪いとか思っちゃった。やりたかったんじゃないのって思うけどな。だそれはやっぱり俺たちは何かに挑戦してるのでやっぱ最初にバカにするってことは絶対にやめようと思って、うん、まあ、落ちたも多分そうだと、はい、もちろん、もちろん俺たちは絶対そう、それはやっぱそういう痛み知ってるし、自分たちもそうやって辛い思いしたし、うん、だけどやっぱ何人かの人は応援してくれたし、うん、その人たちはずっとなんか応援してくれてる人たちと一緒に今やっているから、はい、その人たちの気持ちが痛いほど分かるっていうか、うん、で彼らがもし成功した時にやっぱさ、いや俺売れると思ってんって、うん、言う方がいくら伸び屋でさあいつ売れやがって父親にいいとか言うやつより、いや俺売れると思ったからね、俺あの時点で好きだったけどね、うん、とか俺がよくやるどっかにね、どっかにね。だから俺よく DJ の時の決めゼロが、うん、あなたの好き肯定します、ね、好きっていう気持ちが一番だから、うんうん、もうダントツで一番だから、 それを守らなきゃいけないから、いや好きなものとことん好きっていいなって、そうだよね、好きなもの好きって言えない社会にしちゃダメよ、うん、夢を見る人たちをバカにする社会なんかしちゃ絶対ダメよ。まあこの煙突差しのプペルはまさにそう、うん、で彼が挑戦してこの12月25日から始まる戦いはまさにそれ、はい、その奇跡がどうなるか、これはいいよね、みんなによって星が見えるかどうか、うんうん、映画の中だけじゃありませんよ、現実の社会で奇跡を起こすか、我々応援したいなと思ってます、はい、みんなで映画行きましょう、頑張れ西野、そして仕事ちょうだい。これからもいい友達でいてちょうだい。あるところに煙に覆われ空を見上げることを禁じられた町がありました。一人ぼっちのルビッチが出会ったのはゴミから生まれたプペル。ん？
君一人？はい、すみません。父が教えてくれた誰も知らない秘密。星って知ってるかい？星？なんだよ星って。見たのかよ。あるわけないじゃない。見たのかよ。嘘つきだ。誰か見たのかよ。あの煙の向こう側を誰か見たのかよ。誰も見てないだろ。だったらまだ分かんないじゃないか。お前が光を信じて上を見続けていたらよ、一緒に上を見てくれる友達が現れる。友達って何ですか？信じ抜くんだ。ルビッチ、これは母ちゃん命令だ。絶対に帰ってくるんだよ。はい。どうしたんだい？私の心臓が呼んでるです。どうやらこの世界の秘密に気づいているね。ドキドキするじゃないか。硬いの痛い。